超えて、ではインタビューをご覧ください。第57回目の競輪を武田豊樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2回目の競輪王の称号を勝ち取りました。まずは今のお気持ちからお聞かせください。いや、もう本当に平原君につきます。今日の決勝戦、その平原選手マークの競争でした。平原選手もかなり苦しい展開になりながらも、あのレース本当にさすがですよね。いや、もう相当苦しかったと思います。稲川君にね、もらっていたんで、はい。ただそれをゴール前しっかりと捉えた武田選手も、さすが王者の貫禄ですよね。いや、もう最後はね、もう僕も足残ってなかったんで、遠慮せずにね、もう全力で抜きに行きました。競輪発祥のこの地で、最後は平原選手との絆というところしっかりと見せてくれました。いや、もうね、絆っていうよりもね、もうお互い信じ合ってるラインだと思いますし、精一杯ね、自分のできることをと思って走ってました。さあ、そして武田選手自身はグランプリユニフォームを着てのこの1年間、振り返られてご自身ではいかがでしたでしょうか。そうですね、思ったよりもこのユニフォームが重くて、力んでね、いつも走ってたんですけど、なんとか今年もグランプリ行けそうなんで、またね、精神をね、休めてまた戦いに行きたいと思います。そのグランプリに向けて、この舞台で平原選手とワンツー決められたことは大きいですよね。そうですね、昨年もそういうね、ゴール前決勝戦でゴール前勝負できてましたし、今年もそういう勝負ができて本当に嬉しく思います。さあ、そのグランプリ連覇というところも期待がかかるところです。最後まで残ってたくさん声援をくださいました皆様に、最後にお答えください。まあ、グランプリの連覇でも全く考えてなくて、自分のできることを一生懸命グランプリまでやっていきたいと思います。今日は応援ありがとうございました。武田豊樹選手でした。おめでとうございました。競輪王武田豊樹選手のインタビューをご覧いただきました。本当に平原選手と決められてよかったというコメントもあったんですが、井上さん、はい、平原選手とこの武田選手連携すると本当に見せてくれますよね。見せてくれますね、はい、本当にもう武田選手が優勝するか、あるいはその武田選手が前の時には、去年も競輪さんそうでしたけども、打賞、はい、のあたりからの先行でそこから行ってね、先行だけかなというぐらいの、そのぐらいの早掛け。さあ、バンク内では優勝しました武田豊樹選手の表彰式が行われます。ライブでご覧ください。第57回競輪王武田豊樹選手。選手表彰並びに商品授与、経済産業大臣賞授与。優勝いたしました武田豊樹選手には、経済産業省製造産業局車両室長塩手義景様より、経済産業大臣賞並びに刀が授与されます。優勝武田豊樹殿、あなたは北九州市主催第57回朝日新聞社杯競輪祭 G1 において特に優秀な成績を収められましたので、その栄誉を称え、これを表します。平成27年11月23日、経済産業大臣林元。おめでとうございます。続いて刀が贈られます。おめでとうございます。朝日新聞社杯授与、朝日新聞社西部本社統括センター長石上和義様より、朝日新聞社賞並びに社杯が授与されます。少女優勝
武田豊樹殿、あなたは第57回朝日新聞社会競輪祭において当初の成績を得られましたので、その栄誉を優れた技術を称え、これを称します。2015年11月23日朝日新聞社。おめでとうございます。続きまして謝杯が贈られます。おめでとうございます。北九州市長賞授与。北九州市副市長梅本和秀より、北九州市長賞並びにカップが授与されます。表彰状。優勝武田豊樹様、あなたは第57回朝日新聞社杯競輪祭 G1 において当初の成績を収められました。ここにその栄誉を称え、これを称します。平成27年11月23日北九州市長北橋健二、おめでとうございます。おめでとうございます。続いてカップが授与されます。おめでとうございます。北九州市議会議長賞授与。北九州市議会副議長山本真知子より、北九州市議会議長賞が授与されます。おめでとうございます。そして武田選手へ、北九州市梅本副市長より優勝賞金が授与されます。武田選手おめでとうございます。写真撮影の時間は後ほど設けさせていただきます。また優勝いたしました武田豊樹選手には、公益社団法人全国競輪施工者協議会会長賞、公益財団法人 JKA 会長賞、一般社団法人日本競輪選手会理事長賞、九州地区競輪施工者協議会会長賞が贈呈されます。続きまして、第2位並びに第3位の選手表彰を行います。第2位平原浩太選手。第3位池田紀明選手。北九州市長賞授与。第2位の平原浩太選手には、北九州市副市長梅本和秀より北九州市長賞といたしまして賞品が授与されます。平原選手おめでとうございます。続きまして、第3位の池田紀明選手には、同じく北九州市長賞といたしまして賞品が授与されます。池田選手おめでとうございます。それではここで勝利の女神柳ゆりなさんより祝福の花束が贈られます。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。武田豊樹選手の栄誉をたたえ、花束の贈呈です。2位3位の選手へはスペースエンジェルズより花束が贈られました。おめでとうございます。続きまして、写真撮影を行います。なお、この写真撮影後に閉会式を行います。
ご来場の皆様、今しばらくの間お待ちください。最後に柳ゆりなさんと一緒に撮影していただきましょう。柳さん、お願いいたします。そろそろよろしいでしょうか。それでは柳ゆりなさん、武田選手にお祝いのメッセージをお願いいたします。いや、武田選手、本当に優勝おめでとうございます。いつも思うんですけど、優勝した選手、レース終わってすぐにここに来るじゃないですか。だからその息が上がってたり、体の熱気というか、そういうのをすごく感じるんですけど、それですごく白熱したレースだったんだなということを感じます。私もすごくパワーをいただきました。これからも私も頑張ります。武田選手、本当におめでとうございました。ありがとうございます。柳ゆりなさんでした。ありがとうございました。北九州市閉会挨拶。第57回朝日新聞社杯競輪祭 G1 の閉会にあたり、北九州市副市長梅本和秀よりご来場の皆様にご挨拶申し上げます。第57回朝日新聞社杯競輪祭の閉会式にお越しをいただき、お礼を申し上げます。また競輪祭の開催にご尽力をいただきました経済産業省の皆様をはじめ、関係の皆様に深く感謝申し上げます。今年も競輪発祥の地であるこの小倉で、伝統ある競輪祭を盛大に開催することができ、大変嬉しく思います。4日間にわたって熱戦を繰り広げられた選手の皆様に深く敬意を表するとともに、連日熱い声援をいただいた多くのファンの皆様に心よりお礼を申し上げます。さて、この競輪祭の後も年末のグランプリレースをはじめ、まだまだ熱い戦いが続いてまいります。ここ小倉競輪場におきましても、来年の1月8日から10日にかけ、今回初めての試みとして3日制のトーナメント方式で S 級選手による競輪エボリューションをミッドナイト競輪として開催することとしております。ぜひご期待をいただきたいと思います。これからもお客様に満足いただき、愛される競輪場を目指して努力してまいりますので、引き続き足を運んでいただきたいと思います。結びになりますが、競輪競技の発展に向け、引き続きご支援を賜るようお願いを申し上げますとともに、皆様の今後ますますのご健勝を記念し、挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。第57回朝日新聞社杯競輪祭表彰式閉会式の模様を皆様にはご覧いただいております。青春同じですね。いや、ここに来て酸素がなくなってるんじゃないですか。なんかここに来てちょっと燃え尽きた。第57回朝日新聞社杯競輪祭、優勝したのは武田豊樹選手でした。今宙に舞う姿ご覧いただいております。競輪発祥の地小倉競輪場から
この武田選手の優勝を伝えて、今日はこの辺りでお別れとなります。さあ年末には頂上決戦も